点が違えば世界は別物だ。どうして気づかなかったんだ。おい、やめろ。これはきっと僕にしかわからないんだ。こんな過酷な世界に。ヴィラはまだ誰も気づいていないが、この学園に、いや全人類に危機が迫っているんだ。だから僕が出てきたんだよ。世界に危機が迫った。ギャンブルを楽しみましょうね。私立百花王学園、この名門校には絶対的な階級制度がある。勉強やスポーツではない。問いただしてしまう。お迎えに参りました、ゼロ。僕はゼロなんですから。世界のために己を捧げると誓った存在です。人を助けるのがヒーローだから。僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、二人のヒーロー。恋愛は戦。会長ともあろうお方が慌てたねって。お前は俺とこの映画を見に行きたいのか。デートするつもりなんですか。もちろんです。不純異性交友は推奨できないぞ。タコさんウィンナー、よし、これも食え。あー絶好よ。かぐや様が真実の恋に落ちた時も、今のように告白されるのを待ちますか。結論は一つです。俺は望んでこの世界に来たわけじゃない。呼んだのはお前らだろ。檻だ。きっと逃げられる。3人だろ。あのレベルが一度に3人、ハウス史上初だって。いつか出てくんだな、こっから。12歳までにね。絶対に近寄ってはダメよ。門と森の奥の柵だけは危ないからって。あんなの嘘に決まってる。戦争の時間だ。お考えください。あのデグレチャフなのですよ。いかにも。これ以上は狂犬のレナ、突入します。こちらでも逃亡者を確認。発砲許可が出ています。やれるようなら急いでください。どんな弾を使ったんだい。頭がぐちゃぐちゃだ。執行官の菅生鉄平さんですね。しばしき。八坂泉を総監。シド、アニメデートアライブが帰ってきたわよ。デートアライブ3、1月11日より放送開始。さあ、私たちのデートを始めましょう。俺の仕事は5人の家庭教師だ。服着てないから照れる。用があるなら私が聞くけど。聞きたいこと。だから自信を持って、新しい環境でもせいぜいお元気で。このまま振り返らず。カズ、私が兄さんを看病してあげる。私だってやろうと思えばこれくらいは。ファイトー。あーそばー。ルネ君の妹さんだよね。なぜエルフは良くて私はダメなんだ。看病は大変だ。今兄さんを救えるのは私だけだから。目的は違えど道は同じ。目的は金か。煙のように逃げてやる。必ず仕留めてやる。私はお前の死に神。生き残りたくば死人なのだ。ただの金塊目当てじゃない。俺は不死身だ。エルソスの遺跡だ。そこの遺跡にはある封印が施されていた。古代大聖霊たちによって封印されたモンスター。
らず、また。バカにすんな。ふん。転生しちゃったようだ、スライムに。よかった。戦いの方から追いかけてくる。宿命の声が聞こえた。そんな気がした。真なんです。若輩者ながらどんな依頼も手伝いに伺いますので、遠慮なくお頼みくださいね。へえ、芦屋君って物の悔やんの方向人だ。